松田学です今回は新型コロナについての国際情勢です、ね、をちょっと取り上げてみたいと思いますが、えー、まずです、ね、この結構拡大していますね、ヨーロッパやアジアで拡大していると感染がです、ねえー、ヨーロッパではです、ねえー、この特に感染力の強いデルタ株後で説明しますがこれが拡大していて再び規制が強化しつつあると。 でまあ、夏休みシーズンに入って人の移動が増えているというあるいはあの若者がバーやナイトクラブに集まるようになったというのがです、ね、規制強化の背景にあるということでちょっとフランスの事例を見てみますとある県ではです、ね、7月17日に屋外でのマスク着用義務が復活したと。 だあのまあ、あのもうマスク着用今、屋外ではなかったということなんですね、<laughs> ということはです、ねえーで、ただしです、ね、ビーチや広い自然空間を除いているということで、まあ、8月2日まで規制が続くと、だからビーチや広い自然空間は OK と。 いうことになってますね、まあ、日本では別にあのこの何か法的な規制があるわけではありませんがマスク警察といってですね屋外でこう歩いていってもマスクつけろと言われた人が結構多いと思うんですが今特に日本の夏は暑いんでですねこの、えー、やはりこのです、ねえー、別のことですね、えー、でそれで亡くなる方も去年多かったわけですよね。 ですから、その熱中症には対策ということで命にかかる問題になりますのでそこはですねあまりこの義務化というとかあるいは圧力というのはいかがかなという意見も非常に強まってますね、それでこのフランスの,この話に戻りますとこのある県ではですね飲食店を除いて公共の場での飲酒も禁止になるということはですねあの規制を強化しても飲食店は OK のようですね。 えー、ここは日本とちょっと違うところですね、えー、マクロン大統領ですね、7月12日に、ですね9月15日以降は、医療従事者にお駐者の設置を義務づけると発表しました、そして7月21日以降は、美術館などの文化施設は8月1日い、えー、いや7月21日以降は、美術館などの文化施設、8月1日以降は飲食店や長距離鉄道を利用する際に。 お注射接種をしたかあるいは検査の陰性結果を証明する衛生パスを提示することが必須となりますということですね、まあ、あのお注射を接種しないとですね陰性証明をその都度しないと鉄道にも乗れないレストランにも行けないということがフランスで起こりますでこのフランスの,の政府の考え方はですね お注射の接種率を高めて感染拡大を防いでその結果として店舗を休業するなどの経済的な大きな影響の規制を防ぎたいえつまり日本はとにかくちょっと感染が増えたらばっとみんなこう規制をかけてです、ね、休業だとかです、ね、お酒を出すなってやるんですがそういうことをできるだけ避けるために日本の場合は医療機関の逼迫が怖いからこの感染拡大しないと言ってるんですが。 あのフランスとかそういうところはこの飲食店とかの経済活動の様たに対する過度な規制をしなくて済むように、一定の,この義務付けをすると、規制をするという、ちょっと考え方が少し日本と違うんですね、ただ、このパスポートみたいなものをやるということに対して、自由を愛する国民であるフランス人は、この接種しない自由を求めて、各種で抗議行動が行われていると、手間を行われていると。 いう状況もあります、えー、一方でですね、あのー、スペインですが、カタルーニャ自治州、これはバルセロナ、皆様ご存知のバルセロナですね、えー、そういった複数,の複数の都市で夜間外出禁止令が再発動されたと、感染が増えてですね、再拡大で。で、午前1時から 6, 6時の間は外出が禁じられました、えー、これは少なくとも7月23日まで継続するということで、まあ、午前1時から6時の間に外に 出いいいけないよとととやるることでどういう効果があるのかとえまあスペイン人ってあの午前1時過ぎてもまあ結構大騒ぎしてるとえ結構遅い時間に大騒ぎしてますねそういうことを言ってるのかなという感じもしますけれどもえスペインはそうですねそれから今度アジアですがインドネシアですねここがあの感染者数が急増中ということで。 えーまあ、のインドネシアにいらっしゃる日本人の間で,です、ね、非常に不安が高まってまして、まあ、一時帰国をするとかあるいは日本でお注射を希望するという声が強まっているんですけれどもただあの、インドネシアから脱出する手段がなかなか見つからなくてです、ねえー、在留日本人は大変このもう苦悩をしているという話もあります。 でこの中で茂木外務大臣がですね日本の航空会社が特別便を就航させて日本人を帰国させることができるようにするということを表明しましてですねこの政府指導による在留邦人救出に現実味が出てきている中で7月13日に加藤官房長官が会見でですね 明日在留邦人が日系航空会社の特別便で帰国予定のところ政府としてもこれを支援していきたいと発表して在留日本人の期待が高まったんですがところがこ,れあの,この特別便というのは実は清水建設が自社社員用に。 家族を帰国させるためにです、ね、自社社員と家族を帰国させるために、1か月ほど前から全日空と交渉して用意した特別便だったんですねで、それで一時がっかりしたということがあるんですが、ただ日本政府も一生懸命取り組んでいるみたいですね、7月14日には在任インドネシア日本大使館のホームページ上で、特別便の調整を日本航空、全日空と行っているとの発表をしています。ただその特別便に搭乗できる人 についてですねいろんな条件がついてましてかなり厳しい貿易措置が取られるということですねでこれあの結論的に見るとです、ね、要するに日本の企業や団体に所属する日本人が対象なんですね。 でしかも、この企業や団体にあらかじめ手配したホテルなどでの入国後3日目、6日目、10日目の PCR 検査の実施あるいは公共交通機関以外で成田空港から待機施設までの移動手段の確保や受け入れ企業団体が渡航者の入国後14日間の貿易措置を確約する誓約書を外務省に提出することを義務付ける内容になっていると。 でこれ、結局企業団体に、日本の企業団体に属さない個人はどうかというと、例えば個人営業をインドネシアでしている、あるいはインドネシアなんかの外資系企業に勤める日本人は対象外になりそうだということなんですねで、インドネシアから日本への定期便はもう満席状態だそうでして、当面は予約は困難とで、特別便に乗れない日本人に対する救済措置は皆無ではないかという報道がありますね。 でお注射についてはあの、なんとインドネシアでは中国製が主流で、えー、この中国製のお注射をお接種したインド人の医師や看護師になどといった医療関係者から多数の感染者、感染死者が出ていると、その有効性、安全性に疑問が呈されているので、まあ、在留邦人の方々は一時帰国して中国製以外のお注射をしたい、えー、という声が非常に高まっているそうですね。 であのインドネシアはもうです、ね、何もしていないわけではなくて結構、行動抑制の規制社会的行動抑制の規制は、えー、むしろ強化してきているんですねところがそれとは無関係にです、ね、この感染者が増加する一方であるとでジャカルタ市内の50%はすでに感染しているという報道もあるようで、まあ、このいつも申し上げているようにです、ね、この感染を人為的にこ,う、えー、これはもう 増えるときは勝手に増え減るときは勝手に減るわけですから、えー、まあ増えるときは増えちゃうんだろうなというふうになことがただあのインドネシアはタイやベトナムで実施されている都市封鎖あるいは夜間外出禁止令といった強力な規制これは経済活動への影響が深刻だとして踏み切っていないということなんですね。 えー、在インドネシア日本大使館によりますと、7月15日時点で日本人の感染者は約350人、感染者は14人、ただこの数字に含まれていない日本人もいるということであります。えー、そしてまたちょっとヨーロッパに戻りますと、あのイギリスですが、あのジョンソン首相が7月19日からですかね、えー、この規制を、すべての規制を まあ海外との関係を除いて全部撤廃するマスクを着用とかそういう、えー、社会的距離とかそういう規制を全部撤廃するというふうに言ってるんですけれどもしかし感染者が相変わらず増えてます、えー、そのニュースを取り上げたニュース解説番組の時は2万7,000でしたがその後1日あたりですね3万人そして7月16日に確認された新たな感染者数は5万1,870人。 これは1月中旬以来初めて5万人を超えたと、そしてこの日の1日の死者は49人ということですね。で、このいわゆる規制撤廃を、えーまあ、ロンドンも含めたイングランド地方でやるということになっているわけなんですけれども、えー、ただ、ジョンソン首相はです、ね、お注射の効果で、1日の死者が1000人を上回る日がついた、1月のような状況は避けられるんだと説明しています。でですからあくまでこのモードチェンジとして 感染者よりも死者とかでこれはお注射によって抑制されているだから、えー、このーモードチェンジは分かって、えー、感染者数ということを気にしないという決断をしているわけなんですねただ、あのー、こういったの社会的規制が撤廃されますと感染はさらに拡大するんじゃないかという心配ももちろんある,ある,あるわけです専門家も非常に心配してるわけですし またロンドンの市長はです、ね、市が運営する交通機関ではマスクの着用を引き続き義務づける方針を示しているということのようですしまたロンドンでは飲食店の中には店内の人数制限を続けるといった独自の対策を検討すること,も出てところも出てきているという状況でなかなかスパッとはいかないようですね。そしてままたちょっととアアジアの話に戻りますとタイ タイでもデルタ株が確認拡大しているということで1日の感染者数1万人超過去最多になっている、まあ、こうやって世界中で、えーまあ、今回はヨーロッパやアジアの状況に関したが拡大しているということでありますが、えー、この変異ウイルスなんですね、えー、まあお注射を打っても変異ウイルスが出てきてしまうとなかなか効かないというようなこともあるんですけれども。 えー、この WHO がですねこの変異ウイルスについて懸念される変異 VOC というものと、えー、それから注意すべき変異 VOI といったですねで、えー、この WHO の分類では懸念される変異 VOC にデルタ株を含む4種類を入れてますでこれは何かというとこれがまあ一番危険だと言ってるものなんですが、まあ、アルファベータガンマデルタでこれはあの あのまあ、英国株とかインド株というその国に対する差別になるっていうんでギリシャのこのアルファベットでギリシャ文字で呼ぶようにしているということなんですがこのアルファ株はイギリスベータ株は南アフリカガンマ株はブラジルでデルタ株はインドというふうになってますね。えー、そして VOIVOI と,というのはですねまあそもそも今言った,今言った4つの VOC はないかというと。 感染力や重症度が増して、お注射の効果を下げるといった性質の変化が見られた変異ウイルスのもです。VOI というのはですね、VOC について、感染力やお注射の効果などに影響を与える可能性のある種類を指定しているで。で、この VOI も4つ指定されてまして、イータ、これはイギリス、イオータ、えー、アメリカ、カッパ、インド、ラムダ、ペルト。 なかなか混乱してしまうと思うんですがギリシャ文字だとな,な,なかなかかえって分かりにくいという,いうこともあるかもしれませんがで今一番この恐れられているのがデルタ株でこれは昨年10月にインドで初めて確認されたものですね。それでこの何がです、ね、あの一番こ,のこういった変異株で恐れられている内容かというとこの辺はちょっとよく、えー、見た方がいいと思うんですがあのいわゆるですね ウイルス表面のタンパク質のスパイクのところですね。このスパイクで S 液体とでそれで感染が拡大するっていうふうに言われてますけれども、このスパイクのところの変異なんですね。でそれが感染力を拡大するということで、で多くの場合これは強毒化していく変異というよりむしろ感染力が拡大していく変異であると。だからこの感染,感染力が拡大する形で変異をしていくと今までの 今までかかっていた株を塗り替えてで感染力まあこのウイルス干渉っていいますからね先に入った方がト層ゲームで勝っちゃうわけですから感染力が拡大あの強いものが支配的になっていくということは当然起こるんだということですねでしたがってこのウイルスにも A 個性衰があるということでアメリカで見つかったイプシロン型とかブラジルで見つかったゼータ型とかフィリピンで見つかったシータ型は発生率が下がったので。 WHO が VOI から監視が必要などとする扱いに引き下げたというような。 えー、そういういことが行ってますで日本の国内では国立感染研がですね国内の感染状況をもとに、えー、この変異ウイルスを VOC と VOI に分類をしてますけれどもこの感染研の報告ではですね国内の新型コロナウイルスはアルファ型アルファ型っていうのは先ほど言ったように VOC のですね、えー、イギリスですね見つかった国がイギリス。でこれが アルファがほとんど、まあ、あのコロナウイルスアルファ型にほぼ大きかったと。 でさらに今はデルタ株これさっきのインドですねインド株といわれていたこれが増加しつつあるとそしてこのデルタ株の占める比率は関東地方なんかで増えていてですね8月中にはほとんどが置き換わるんじゃないかという推定もあるということなんですね、えー、でこの、まあまあ、当然感染力が強いデルタ株に置き換わっていくわけですが、えーまあ、ただあの私も医学情報をこ,うあのこのチャンネルで言うわけにいかないんですが言われていることで言えばですね あのウイルスというのも生造本能がありますので、えー、ウイルスはあくまで人間の細胞の中でしか増殖できませんからあ人,あの人間を殺してしまうぐらい毒性が強いと肝心の宿主が死んでしまうと増殖ができなくなりますのでウイルスの生造本能から言いますと変異をすることによって強まるのは感染力だというふうなことが言われているそうですね。 でこの感染力が強まるということであって強毒化していくと今言った生存の原理生存本能の原理と逆行してしまいますので。 あの普通こういった変異が起こる場合は弱毒化しながら感染力を拡大していくんではないかというふうに言われていますもちろん例外はあると思うのでこれで決めつけるわけにはいかないということだと思いますけれども一般論としてはそうではないかというふうに言われています。えー、まあですからあの今世界中で変異があればもう注射の効果も乗り越えて感染が拡大するというのは起こりうるんですけれどもまあイギリスのジョンソン首相がああいう決断したということにやっぱり一定の根拠があるんではないかという。 ふうに考えてもいいいいんじゃないかといろんな意見があると思いますけれどもこの感染力が拡大する形で変異をずっと続けていくのが新型コロナウイルスだとすればですねそれを踏まえた政策というモードチェンジということもですね大事なことは重症者や死者を減らしていくなくしていくこと。 でもありますしそしていろんな国々がですね飲食店に対する規制であるとか経済的なものについてですね配慮を示しているようにとにかく全体の中のバランスを見てですねこのいわゆる新型コロナの感染者数だけに着目してそれだけに全て原理主義的にですねそこだけ見て他は見ないと。 いう政策はです、ねまあ、他の、えー、日本以外の多くの国は必ずしもそういう立場に立っていない国もたくさんあるんだということを踏まえてです、ね、正しい政策を追求していくことが必要ではないかなというふうに思います。どううもありがとうございました